今日は七人やよ。七人って何？節分だよ。七分やよ、うん。七分って何かな？豆まきをしたりね、大まきを食べたりするんだよ。そうなの。うん、私さっき豆まきしたもんね。うん。来年の恵方巻きも食べよう。うん。もいもい食べよう。昭和だね。いただきます。おいしい。おいしい。ドラえもんじゃなくていいよ。これドラえもんの恵方巻きだよ。こっちがいい？うん。あ、そうなんだね。醤油もあるから、ね。つける。うん。足？おいしい。うん。私も豆まきするよ。私も豆まきしよ。うん。え、今年の鬼は誰かな？ミミリーね。ミミリーの鬼だろうね。開けてしたよ。うん。お目目のとことか開けてね。できました、ミミリン。ちいね、はなちゃんも。はなちゃんも、うん、ちょっと待ってね。はい、はなちゃんも鬼になりました。ありがとう。じゃあ豆まきしよう。豆まきしよう。おう、じゃあ行こう。どうぞ。鬼は朝と福は内だよ。鬼は外、福は内だよ。鬼は内。豆まき終わってから食べるよ。はい、鬼は外、福は内だよ。鬼は外、福は内。うん。クマさんにもね、一緒に手伝って投げさせてあげたら。クマさん起きたよ。鬼は外福は内。お庭外福は内って投げた？
べたいの？食べたい人。はい。お茶の中でお豆見せて。食べる？いただきます。おいしいよ。よかったね。うん、こっち食べる。はい、どうぞ。ありがとう。おいしいよ。